江戸時代から秋月で作られてきた手すき和紙。その伝統を受け継ぐ一軒のお店をご紹介します。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ。ブロートユーバイ福岡県佐賀県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダオデッセイ。明治9年創業の筑前秋月和紙処。現在は井上健二さんが4代目を受け継いでいます。秋月での和紙作りは江戸時代に盛んになり、葛や川竹と並ぶ名産品になります。秋月和紙の原料になるのは楮の皮。引きが強くしなやかなのが特徴です。ここでは手すきの体験ができます。スケタと呼ばれる道具を両手で揺すって繊維同士を絡み合わせます。出来上がった和紙は後日郵送してもらえます。じゃあこれ考えると4つ関係。秋月へのクルーズはホンダオデッセイ。光に手をかざして左右に動かすことでパワースライドドアの開閉が可能。先進性、快適な装備を搭載したホンダのミニバンです。この番組は福岡県佐賀県ホンダカーズの提供でお送りしました。